12月11日のケリヒメスイーツ。今日はここまで、また明日の流れでもいいですかね。いやー、特にね、目新しいものはないんだよな。にゃんこステージもね、回数系はたくさん残ってるんだ。ただ飽きたんだ。明日で終わっちゃうからね。あと14時間だっけ、書いてあったのは。やっとくか。900台パー属性だから、チビ猫バルキリーとかね、ちょうどいいんだろうけど。でも他のキャラでご利用しても十分いけるんだよな。待ってなさい、私のイケメンたち帰ってくるよ。チビ猫バルキリー使ってみたみたいなタイトルはもはや使ってだいぶ経ってるからな。お金でいいや、チラッともらっとこう。あ、プラチナがあった。いやでも出るものって別にもう変わんないかな。にゃんこアイテムではなく普通にお金だもんね。うん、プラチナでも多分100万のが手に入るだけだから、そこまでやらなくてもって感じだね。これ頑張った人はさ、にゃんこの置物を売却した時にがっぽり入って、なかなかいい金策にはなるんじゃないのかな。ただお金は今あるんだ。お金はあるんだ。なんかいやらしい言い方になったな。金はあるんだと。クリスマスステージもまだまだ続きが待っている。レッツゴー。乱入ボスが出ることを待ち望んで。あ、そうだ、お知らせしなきゃ。明日12月12日、ニコニコの方で、そう、先にニコニコでゲーム実況者としてデビューして、YouTube はどんくらい後にやり始めたんだっけかな。まあ、とりあえずね、ニコニコで始めてから、ちょうど10年なんですよ、明日。だもんで、22時から、10周年記念放送なんで、22時、10時から、午前中ではなくね、放送をやります。ニコニコの方の枠は取ったけど、YouTube ライブも同時配信できたらやろうと思います。やったことないんだよね、同時配信。でもみんなやってるから、多分できるはず。できるはずっていうのは変だけど。ちょっと調べておきます。で、明日、ニコニコの方は朝6時台で、YouTube の方は何時ぐらいかな。10周年記念動画もアップするんで。ニコニコの方がなんで朝6時かって言ったのは、俺が初めて動画をアップした、初めて実況動画をアップしたのが、その2009年の12月12日の朝6時何分だろうっていうぐらいなのよ。なんでそんな時間に上げたかっていうと、その日の11日の深夜、頑張っていろいろ調べながら、最初って勝手が分かんないじゃん。なんかいろいろ試行錯誤して失敗を重ね、ようやく完成したのがその時間帯っていう。で、とりあえずアップロードだけしたんで、その時間帯でしたっていうね。でもね、昔のニコニコは、ランキングの集計時間が朝6時から翌日の、5時59分っていいのかなっていうね、それがデイリーランキング。てか、デイリーランキングしかなかったんだよ、昔は。の計算だったんだけども、まあ、今はね、時間帯ごとのランキングとかがあるから、特にね、その時間にやらなくてもって感じだったね。そのランキングの集計がやっぱ朝6時から翌、ね。で、24時間後までってなると、やっぱ早い時間に投稿しておいた方が、ポイント自体がね、必然的に高くなるから、その時間帯に。そう、みんなあの頃はね、朝6時に早起きして、投稿ボタンをポチってしてたのよ。今みたいに予約投稿ボタンなかったからさ。そして乱入ボス。でもね、予約投稿もね、しばらくね、不具合だらけだったんだよ。うん。
大体投稿されないとか結構あったんだけども、まあ今は安心して使えるようになったと。さすがにね。だもんね、明日は10周年動画と10周年放送やりますんで、よかったら見てきて触ってと。放送は多分顔出しでやります。顔出しでやるとさ、特に YouTube の方よく言われるのが、あの顔出してたんだみたいな言われるけど、もう何年前だ5、6年ぐらい前からあのね出してたけども、あのニコニコの方はさ番組あったから番組とかイベントで出してたけど、 YouTube の方ってそんなにないんだよね、顔が出てるものって。あの番組とかでそれのアーカイブ、自分のチャンネルを使っての放送だった場合はそのアーカイブ残ってたりするけども、てか普通に実写動画も結構出してるから、あの今更言われても知らん、俺の方が知らんがなになるよねこちとらもうかなり昔からやってますよと。あとそうだ、こっちはいつ発表になるかわかんないけども、またとある番組の出演告知がありますんで、それも、公開、情報公開 OK が出次第お伝えしようと思います。じゃあ今日はこんな感じで、また明日。